役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、占い師です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。占った対象は人狼ではありません。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。おはようございます。おはようございます。自分、占い師でした。占い師でした。9番三四郎、お願いします。把握もないようお願いします。9番三四郎でした。ちょっと潜伏しようかなとも思ったんですけども、自分潜伏してなんで潜伏したのって言われた時に、潜伏理由見当たらないんで、もう先に出ときますね。はい。そうだな。盤面どういう盤面になるかはちょっとわからないんですけれども、基本自分22番目になった場合、霊能さん悪いんですが、精査はしますが、釣り切らせてもらいます。その間に自分が2回占って黒を見つけられれば、ほぼ勝ちかなって思ってるゲームなので、しっかりとグレーの考察もして、霊能さんを釣り切らせてもらうっていうふうに思ってますかね。自分は騎士さんに関しては、あんま潜伏にグッジョブのメリット、にグッジョブできるっていうのはほぼないと思ってるので、出てきてもらった方が盤面スッキリするかなって、そういう思考の持ち主です。9番三四郎でした。6番のプレイヤーが発言します。5番は偽でしょ。5番偽でしょ。9四郎でしょ。いや、しかも潜伏する理由がないから潜伏しませんでしたっていうのは違うでしょ。あなたのトップバッターだったら、三四郎をしっかり狙い、かつ、2周目で、俺とか7番、8番あたりが対抗出るかもしれないんだから、なぜ、潜伏する理由はありますよ。5番に取ると。はい。普通に、まあ、偽感情は拾ってしまったかなと思ってます。まあ、例の釣り切りとか、そういうのはいいんですけど、2グッジョブ起こせないから、その位置だったら、騎士出てじゃなくて、なんだっけ。あ、2グッジョブ、あ、その位置だから、弱いから騎士出ての方が、俺は強いと思ってるんで、その進行の方が。なんか、偽感情しか拾えてないですね、5番に関しては。まあ、とりあえず対抗出るかどうか分かりませんが、お願いします。あ、どうもどうも。まあ、進行論を述べるとしたら、やっぱりね、発言精査っていうのを大事にしてほしいですね。ライン切りとか持ってほしいです。7番のプレイヤーが発言します。6番微妙だな。6番のそれ進行論じゃなくて思考開示な。言葉の使い方も違うし、5番に関して偽視点しか聞いてないけど、6番視点で人狼どう探すのかって、俺視点は知りたかったんよね。進行論の違いで進行論を殴ったら村は活性化しないと思ってるから、マジで時間の無駄だと思ってるから。5番に関して9番、白ですっていうのはやっぱ偽目に見えますよ。その要素だけにとってね。あと、黒を見つければ勝ち確っていうのは5番がグレースケールを認めて、村視点で5番の芯がちゃんと勝ち取れれば勝ち確なんですよ。だから5番さんグレースケール頑張ってください、率直に。はい。別に潜伏理由とかどうでもいいと思ってるから、6番の指摘マジでいらないと思ってるから、6番はグレースケール2周目お願いしますわ。はい。自身の思考開示は単体精査ですね。はい。占い複数できた場合っていうのはね、3周だった場合は占い精査しますけど、2周だった場合は2日目以降でいいかなって自身は思ってます。はい。村に関しては分かりやすい発言してください。はい。後半位置に関しては怪しいとこだけ要素を取ってください。そこだけですね。全員に触れる必要ないです。はい。全員に触れて、それで情報が漏れた時っていうのは、把握漏れとかそういうの誰と思ってるから。以上。8番のプレイヤーが発言します。じゃあまあ把握漏れしないように皆さんに言っておきます。5番さんが9番さんに白です。まあ7番さんが6番さんに言及するけど、釣り的にはまあ7番さん、まあ、候補に入れておきたいな的な感じですね。はい。まあ、村人が、まあ、力を合わせて、狼釣ればいいかなって思ってます。まあ、そんぐらいですね。うん。で、まあ、今のところ5番さんって出てないので、まあ、そんぐらいの精査でいいかなって思ってます。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、9番です。お願いします。なんか、率直に5、6ライン切りかなってちょっと思ってしまって、
った。なんか別に5番さんを叩く要素で潜伏しなかったからって別にプレイスルーの違いだから、それで叩くのってどうなんかなって思ってるから、別に 5が新っぽいって、偽っぽいってのは俺は感じなかったけど、なんか5、6ローローでやってそうだなって率直に思ったっすかね。でまあ、そんなもんすかね。まあ8に、8が気になったのは7が釣り、7を釣り位置候補にしたところって感じですかね。別に7番さんって変なこと言ってないと思ってるから。ぐらいですかね。一番低かったのは6。時点で8だから、7、8、6で、まあ、白い順か。黒い順で言えば6、8、7で上げときますかね。はい。以上。1番のプレイヤーが発言します。はいはい。ああ、どうやろうね。俺はあんま9番さんと合わないかね。まあ、5、6っていうのは一応、5がローだった時に、まあ、A 型6番っていうのは一応可能性としてあるけど、8番はあんまり黒く見えんかったけどね。7番みたいなのを追い打ち候補にしたいっていう構造があんまり俺は狼には見えてないね。しかもそんなに要素も上げてない感じもあるしね。パックローってる感じじゃないの。わからないけど。7番さんはね、1個だけは気になったところがあってね、6に対して潜伏云々で5番を偽視するのは時間の無駄だ。発言で要素を取るみたいな指摘をしたのはいいんだけど、5番さんに対して急しろっていうのが偽っぽいっていう発言を、まあ、7番さんは言ってると思うんだけど、それのどこが偽要素かっていう部分を具体的に挙げてほしかった。俺は5番はまだ分からんけど、5番で1個引きになったのが、あの霊能釣り切ってる間にっていう言葉は噛まれきれんがねえなって思ってる。そこぐらいかな。2番のプレイヤーが発言します。ラビト陣営です。5が9にするだし把握しました。そうですね、6番さんのやっぱし5の新切り発言っていうのが意図がよく分かんなかったかな、うん、黒く見るぐらいだったけど完全にもう黒見えてるみたいな感じだったんで、その黒上げたやつもよく分かんなかったし、そこまで言えるのかなと思って、だから5、6のライン切りっていうふうに私も見えてるんだよね。7番さんっていうのはその6に対して殴っちゃうのかな、まあ、単体精査するとか伝わったんだけど、時間の無駄って言ったのはよく分かんなかった、うん、でもすげえ言葉強い人だなって思ってる。敵に回したら嫌だなって思ってたんだけど、8番さんっていうのはその7番さんを釣りたいって言ってんだよね。だから8番さんってすごい目立っててさ、白くも見えるし、強にも見えるって感じなんだけど。うん、で9番さん最初で見てるかな。9番さんのグレースケルって結構すごいいいこと言ったと思う。で1番さんはね、ふわっと撫でてるだけだったかな。1番さんの印象もそんな良くないです。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、別に6番が5を偽で見るのはいいんだけど、なんか騎士のあたりの話がちょっとよくわかんなかったな。6番さん何？5番さんはその位置だったら弱いから騎士出て A の方が強いみたいな発言してたけど、結局5番って騎士は出してほしいって言ってるんだから、別に出してほしい理由に突っ込む必要なくねって思ったのが6番さんに一番気になった点かな。うん、8番はちょっともうやめてほしい。そういう、なんか、わざとヘイトを買いに行くムーブをやめてほしい。巨人にしか見えないっていうのが正直なところかな。うん。多分1番が8番黒く見えないって言ったのは、マックス強人って意味なのかな。7を候補に入れるのが大神っぽくないっていうのは、だからわざわざ発言の強い7番にヘイト買いに行くあたりが、黒ではやってないだろうって意味なのかな。ちょっとそこはよくわからなかった。あの1番が8番に対して村まで見てるのか、それともマックス強人って意味で言ってるのかがわからなかったから、2周目はそれを聞きたいっていう感じですかね。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい、そうですか。うん、まあ8番が、あれですか。うん、8番は白っすよ。うん、発言聞けばわかるでしょ。8番はゆっくりしていてください。はい、焦る必要はありませんよ。あなたは釣られませんから今日は。はい、5番はまあ潜伏しない理由を述べるとか、防衛感強いとか、意思が出ろっていう考えとか、まあもうそういう発言で、人外です。それは合っています。はい。それを指摘してる人は合っていますが、ライン切りの可能性もあります。なんで前の位置に打ったんでしょうかっていうことですね。はい、適当に対面に打ったのか、人狼だったら、相方を囲っているのか、これも強陣で適当に打ったのか。対面だからね、適当感はあります。はい、5番陣外です。はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。
はい。4番は、狼かな。ただ、言ってること、考察の内容が全然なかったので、ちょっと、ローも今日もあるかな。ちょっと現状わかんないです。ただ、8に関しては自分は狼目っていうのは感じないのは事実ですね。7に対して平等化動きもそうですけど、特段、8からのローって感じなかったなっていうふうに思いますね。6番さんの、いいんですけど、別に勝手に自分を偽死してもらうのは構わないんですけど、ただ、6番さんの、俺を偽死する理由って、自分の考え方との違いなので、それだけで偽死するのであれば、あなたの票って今後自分にとって人外票にしかなり得ないので、このままだと俺6行きたいなって思ってますね。あと、自分ちょっと聞き漏らしてたら申し訳ないんですけども、霊能さんは騎士さん、役職の仕様ってなかったように思ってます。もし、聞き漏らしてたらチャットで教えていただきたいんですけれども、出てきてもらいたいなって思ってます。まあ、騎士に関しては、まあ、盤面次第かなって思いますけど、霊能さんは、一角盤面が確定する盤面で出てこないメリットってないと思ってますね。7番さんは、6に関して、自分とは違う視点で、6に対しての視点が違う中で自分を叩いていたんですけれども、俺はそれも人外に見えなかったんで、8と7は人外に見えてないなって思ってますね。6番のプレイヤーが発言します。まあ、占い師に関しては一応ね、4番がね、最後布石打ってたんで、8番以外を釣りたいっていう布石を打ってたんで、まあ、4番が新主張するときは、まあ、一応布石はあるなということで、まあ、一応両方ともの神経はしています。まあ、5に関しても、俺がもしかしたら考え方の違いで叩いていただけかもしれないから。ただ、普通に気になったのが9番あたりで、いや、俺が5番に対して偽死した理由としては、潜伏しなかったからじゃないんで、はい、潜伏する理由がないから潜伏しませんでした。っていう発言を言及しているんで、9番熱動ですね。はい。それに対して9番の印象が最白って言った2番っていうのもよくわからんかな。俺に対しては、5番狼でみたいなこと言ったんだが、俺は別に5番の新切りっていう発言を残しただけなんで、別に5番狼とは一言も言ってないんで、5、6、ローローで不当につなげてきたなとは率直に思ってますよ。2番、9番あたりが。はい。7番に関しては、5番が偽だったら9番白打つよな、みたいなことを言ったが、いや、5番偽だったらむしろ3、4あたりに白打ってくると思うんですけどね。9白打つから5番偽っていう理論はよくわからない。はい。捏造が入ってるのは2番、9番。うん。そうですね。2番は9番の最白理由を述べるべきですね。普通に9番は捏造入っていた。まあ、村感情を拾えてるのは、まあ、1番、オア3番なんだが、そうなんだよ。まあ、7番は、その、5番の偽理由を挙げてほしい。7番のプレイヤーが発言します。6、2の欄でいいかな、6、2の欄で。6番も1番も把握もしすぎな。5番が最初の時に占い師提唱をした時に、9番白です。9番白ですっていうのが、一回しか言ってないですよ。9番白です。言ったのが感覚的に、フィーリング的に偽っぽいなって言ったんですよ。いいですか、1番。それが偽要素ね。6番に言うんですけど、5番が9番に白打ったから5番が偽って、みんなそれ拾ってないですからね。拾ってたらもう8番あたりが拾ってるから、6番それ捏造な。6番の2番と9番に関して怪しむ人は良かったよ。うん。ただ発言聞いてないと思ってるから、心証が悪いから、普通に6番と2番の提唱でいいかなと思ってるから。6番の視点を借りた2番の時って、2番視点って、1番のことは平等向けたくない、色落ちがしないって言ってるけれども、9番に関して、6番、7番、8番、順位付け、安直にしかしてないのに、2番が9番のことを最初っておかしいと思ってるんですよ、自視点に関しても。はい。3番の考察いいなと思ってるから、3番が2番に対してどう思ったかっていうのが一瞬目聞けなかったんですよ、時間がもったいなくてね。だからこそ俺は気になるところだけ上げてほしかった、3番に関しては。はい。で、その6番に関しても3番のアンサー言わないでしょ。騎士の進行論に対して6番は3番のこと、それでも心証が言ってんだら、6番が狼来たんだ場合言ってたら3番結ばれないと思ってるから、6、3は否定できるかなって自身は思ってるよ。今は2章になってるけどね。はい。占いに関して、5番に関して7番と8番がそれ言ってる理由が人外視じゃないって相当安直だと思ってから5番がやっぱり芯がねえなと思ってます、ね、1周目に関しては。
ぐらいかな。4番に関しては8色結果を持ってるのいいんですけど、4番してのはグレースケール聞きたいです、7番に関しては。はい。その観点から2番のアンサーによるんですけども、9番確証の理由を置いた理由と、1番に対しての精査の不当な理由かな。不当っていうか、安直すぎるかなっていうから、6番に関しては、ね、もう把握漏れしてるから、ね、だから2色並んでいいかなって自身は思ってます。以上。8番のプレイヤーが発言します。うん、いやー、まあ、レノさん出てこないの？レノさん。いやー、これ噛まれたらさ、もう非常に申し訳ないなと思ってるけど、まあ、7番どうしようかな。7番ってもう、占い師でしか釣り殺せないような感じになって、6番、2番か、いやー、俺、障害視されてんのかな、7番に。いやー、7番の言及がな、占い、4番、5番はもう7番統一占いでいいんじゃない？ 9 番っていうのはオートで釣れるしさ。うん。思ってるよ、釣り1な。2番、6番か。2番、6番か。いやー、ちょっと7の視点借りたら、1番さんにまで届きそうだから、1番さんどこ釣りたいかなって思って、1視点をちょっと聞いてみたいなって思います。1番さんに釣り縄あげたら、多分この村、絶対的に勝てると思ってるから。そんぐらいっすね。9番のプレイヤーが発言します。なんかさ、8が強靭に見えてしょうがないんだけど。俺にオートで縄が届く理由がわからないし、まあ、6番さんに関してはまあ、把握漏れは申し訳ないけど、3を弾いた理由がわからない。1、3で3を。3番さんって、8番さんに対してやめてほしいみたいな。なんか、色透けてんのかなと思って、別に人外であれやってんだったら構わないじゃんって思ってるから、なんか3番が8番になんか、ああいうムーブやめてほしいみたいながちょっとよくわかんなかったんですよね。一周目聞いた感じ。それをなんか村弾きする6番が相変わらずわからないって思ってますかね。うん。まあ2周目聞いても6番さんがそんなに白くないと思ってしまったんですよね。まあ1番さんはね、俺とちょっと考察合わないと言ってた部分で、まあ、なんだ、その6が1を弾く理由はまだわかるよ。その俺が、6を怪しんでるからね。かなぁ。いや、でも、そうだなぁ。まあ、そう、6番さんが、まあ、1周目言ってた、その、狩人うんぬんの話で、叩くのも違うと思ってるから。なんか俺、八強人に見えてしまって、なんか、ラスール36どっちかかなって思ってしまってんだよな。例の出ないんだったら、アーマーします。例のアーマーします。はい。1番のプレイヤーが発言します。うん、まあ、いいや。キバちゃん、そのまま言っと、そうやって言っといていいよ。とりあえず、7番はいいや。7番はちょっと、お出てつないでいこう。ちょっと7番はいいと思う。6番、2番どっちかでいい。6番、2番どっちかでいいと思う。まあ、3番にアンサーしよう。8に対しては、狼を多分ないよって意味だから、普通にスムラか、まあ、強靭かな。人外の時は強靭だよって意味ね。はい。まあ、ちょっとそこ俺が言葉足らずだったか。あのね、俺1周目ね、6が割とね、占いで出るんかなって思ったんだよ。5あそこまで偽師してたからさ。まあ、5の偽分かってる、6潜伏占い師かなって思ってたから、割とちょっとね、伏せたんだよ、発言を。でも違かったわけでしょ。だったら、5番、6番の人狼って、結構あると思ってるからね、初週の。5、6で、6が5をぶった切ってるっていう可能性は大いにあることだから、6でいいんじゃない？で、2番さんに締めていいかな。はい。2番さんが9を白く見る理由は全くわからんかったけどね。9白を知ってる2番の人狼の可能性もある。だから6、2、6番。で、2番さんは2周目もあるから、6時点で2番であげます。3番に関してはおかしい要素は拾ってない。はい。5番、4番、微妙だけど、5番視点でさ、8でおかしく見えないって言うんだったら、もっと1、6、2、3の精査したらって思うから、微妙だね。でも4番も死んだったらもうちょっとグレー精査頑張ってほしいっていうのはナッツ同意。はい。6
6番時点で2番。はい。7、8はいいんじゃない ?2 番のプレイヤーが発言します。6番がなんか私に言ったけど、なんだっけ捏造って言ったけど、何が捏造なのって思ったけど、5を信じてみてってことは5を人外って見てってことでしょ。だから、なんか私言ったことおかしかったかな。何が捏造なのかな。黒く見るでしょ、6番さん。芯切ってるってことは5が人外ってことでしょ。6番さんっていうのはそれに対して言い訳ばっかして、最終的に、そうだね。最終的に何か言ったかな。そう。そう。私だから言ったじゃん。何が良かったのかって、9番さんに関して。56のライン切りは見える。3番も1番にも言っとくけど、56のライン切りは見えるって9番さんはっきり言ってるんだよ。怪しいなって。8に対しても言及してたんだよ。なんて言ったかな。まあいいや、ごめん。で、だから、ちょっと追加しとこう。だから私って9は白く見えてる。どうなんだろう。8番さんっていうのは、だから私白くも、今日にも見えてるっていうのはあるんだよ、でも確かに。うん。だから6番さん、黒く、7番さんでもろうんだろう。7番さんと1番さんがやっぱ気になるかな。7が6に提唱して、1番を7に対してお手で繋いでいきましょうって言ってるけど。まあ、7番さん占われるのかいいのか。占われるからいいのか。みんな6行く流れになってるよね。ああ、6人になってるのか。1番さんってそんな白かったかな。3番さんのでもさ、8はしっかりしてよって言ったら私白っぽく見えてる。で、4号で言うと、8に白出してる4番っていうのは混乱させたい強人にも見えんだけど。3番のプレイヤーが発言します。いや、正直なんで2番が叩かれてるのかが俺は全く分かってないんだよね。まあ、最初って言い方は強いけど、多分2番の考察だと2番視点、やっぱり9番が一番印象良くなるのは分かるなって思ってたから、なんでそんなに2が叩かれてるのかが分からないかな。うん。なんて、実は7番さんの6、2の欄と、あと3が印象いいって言った理由がよく分かってないんだよね。だって、俺って2番に対して全く違和感感じてないし、フォーカスを当ててない位置なのに、そこで3番が印象良くなるのがちょっとよく分からなかったんだよね。うん。で、それに乗っかる1番もよく分からないんだけど、でもなぁ。ごめん、8番の強人はもう否定するわ。8番が言う7統一占いってのは強人だったら絶対出てこないなって思ってるかな。うん。で、そう。やっぱり自分が占いすった方が得なのと、7は統一占いじゃないと釣れなさそうな位置っていうのは、まあ多分結構正しいと思うので、7番に言論で勝つって結構難しいから、8番強人であんま言わないかなって思ったから、8番の強人はもう否定しとくわ。うん。そうだね。だから、なんかよくわからないんだよな、全体的に。6番も言ってることおかしいし、だってさ、別に6番さんが5狼と言ってないから5、6つなげるのはおかしいって言ってるけど、別に6番さんが5狼って言ってようが言ってまいが、そこまでなんか無理やり5を叩けば、それは5、6のライン切り終われるよって思ったから、6の2への殴り返しってすごいおかしかったんだよね。うん。だから2番今日なんか全体的に自分の殴りへのアンサーしかしてないんだけど、でも2が6に下してきて完全に正しいんだよね。だからあんまり俺今日2行くつもりはないかなって感じですかね。うん、まあ、6番は圧倒的におかしい。でも7、1も全然白くは見えてない。4番のプレイヤーが発言します。はい。うん、今日6人しかないですよ。騎士性能の可能性が薄いから、もうディフェンシブに戦うしかないからしょうがないんだよ、もうこれは。うん、まあいいです、その通りやればいい。うん、まあ、潜伏するのはメリットもあるし、デメリットもある。まあ、6人村村だとしても、新占いとしては広げるわけにいかないんで。まあ、5番釣ってくれが一番いいんだけど、まあ、明日5番釣ってくれればそれでいいんで、まあ、6か2に行くしかないっすね、この展開は。まあ、たとえ村村だとしても、うん、意味がないから。霊能が隠れて村が守ろうとした意味がないんで、その気持ちで、まあ、占ってしまったらあれですね。7か3か、まあ、6、2の余った方か、この辺で考えてます。はい。はい。まあ、デメリットもありますよ。うん。釣り1が、まあ、デメリットもあるけども、その方法でやるならもう6、2。もう、そこはもう役ないってことがあれだから。5番の星座って6と7にしか、時間がない星なのか6と7にしか触れてないからね。1、2、3に触れてないから、まあ、9番は一応設定上は、果たしろっていう設定だから触れてないのとしても、1、2、3の触れがなくて、6、7にしか触れてないからね。てか、そもそも、
まあ、ほぼライン切りみたいな感じになってんのかな、5が6だったら。5番強靭もあんのかな。わかんないですよ、5番が一体。もう、これでグレーゼーサーしろっても無理な話なんで、もう、まあ、もう運がなかったら村負けってことで。まあ、6から2で、はい。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いには、どんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、6番の遺言を発表してください。まあまあまあ、別に、じゃあ2番にアンサーしとくわ。捏造内容っていうのは、あなたが初週で俺に対して5番狼って言ったの謎って言ったが、俺は別に5番狼っていうワードは言ってないんで、はい、それがあなたの捏造です。で、5、6、ロロで繋げたんでしょ？めっちゃ不当やなって思ったけど。はい。だから、それに便乗、9番が最初に言ったんだけど、それに便乗した2番が臭いっていう発言残しましたよ。はい。まあ、この時点で、まあ、占い心境仮定した場合、まあ、2、3、ロロとかないんかなと思ってますね。3番が8番を村置きしちゃってるから、2番がね、8番は強ロどっちもあるっていう精査を落としているから、はい。別に、2、3、ロロだったら、むしろ折れずり1本でいいんちゃうかっていう、精査残せるから、2、3のローはまずないかなと思ってますけど。はい。まあ、9番が俺に対して、3番弾いたの謎、3番の色付けを行っているんじゃないか、みたいな発言あったけど、そもそも2番、9番の方がおかしな発言してるから、別に3番は村置きしてただけです。はい。で、8番が出るのね。はい、はい。そもそもその村視点で8番を強靭精査、9番から始まって8番を強靭精査したのがよくわからない。8番強靭視点っていうのは俺に一番ヘイト溜まっているから俺を擁護発言する、擁護する発言するはずなんですけど、9番さん。率直に思いましたね。占い真偽はちょっとよくわからないです。はい。夜が更けました。人狼に気をつけて占い師のか。俺の刀。見なかったか？ああ、これもう分かんないから。あ、分かんないからね。もはや俺は分からないから、まあ。7番占って、ピンが残んないところ占うって。占った対象は人狼ではありません。占って、基地だったら基地でもう、それは村は悪いんだから、まあ。こんな芯についてたらできたら出てほしいけど。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7、8番のプレイヤーが発言します。ごめん、6黒だった。6黒だった。4番、5番に縄かけて、7白で7番隠し白になっちゃった。いやー、申し訳ないね。いやー、7の視点の方が良かったなーって思ってます。いやー、7番占いで釣り殺せるしかないもんなー、ほんと。6番が5に言及する。あ、強靭で出てるのかなーって思って、2番引こっかな。どうしよっかな。4号精査にしよっかな。2番か9番かな。どうしよっかな。いやー、まあ、ちなみに、6黒だから、俺守った？守ってなかったらもう勝ち確だよ。あ、そっか、次、ステップ。4番5番の決め打ちする？どうする？多分もう白白結果しか落ちないかなって思ってるよ、この紙だから。まあ、4号ロラって決めましょうか。はい。6黒でした。あれ、9番さん。キヨさん、霊能っすか？あなた、霊能使用するんだったら、もう1番、2番、3番は隠し色になっちゃうんですけど。大丈夫っすか？いやー、無理っすね。あなた、霊能で、俺、強靭って。いやー、まあいいや、4号引いてからにしようか。9番のプレイヤーが発言します。
いや、俺昨日、霊能アーマーって言ってるからね。霊能が出なくて、守り位置がないから、騎士の。騎士出れば、グッジョブ出たいんだから。てか、そもそもさ、6を疑ったのって俺からだから。俺って、発言上は、最初論なんねえかって思うけどね。うん。投票的には、468で2入れてるから、46ってのはあるんかもしんないけど、俺は6番の触れ方から5番があるかなとは思ってるけどね。ぐらいですかね。騎士でないんだったら俺7騎士でおくからね。はい。そう、2番かちょっと迷ったのは、2番が1番にフォーカスを向けたのがちょっと分かんなかったから、あれだけど。なんか俺5、6にしか見えないんだよね。あ、そう、8がね、強靭に見えたっていう視点は別に俺7番さんが最初かなと思ってるから、そこに占い値を使いたいな、8が強靭かなって思ったぐらいですかね。そう。そう、俺2番3番が思考が同じすぎて、そう、なんか初週のさ、5、6の触れ方ってなんか5、6ローローで切ってるようにしか見えないからさ、その視点が一緒の2、3って俺結構ムラムラに見えてしまうんですよ。かなぁ。まあ、強靭値わかんないけど、なんか、4号引き切って終わりかなって思ってます。今日は5からいきます。1番のプレイヤーが発言します。いや、投票見たら4じゃない、普通に考えて。5番6番で5番って6つってるじゃん。4じゃない行くんであればでさ、まあ、9番さんは多分ないよ。仮に4号が新強だったとしても9番ないから、例えば5強の6級ローだったら、まあでもあれか、霊能アーマーって言ってたから、占い値には入ってないんか、4番の。って考えたらあるか。9番が霊能アーマーって言ってたから、とりあえず4番で9見ないか。いや、まあ4号引きって割るんじゃない？でも5から行くっていうのがちょっと9番微妙かね。まあ基本4号ローラって割ると思ってる。はい。5番は6いってるし、4番6番じゃないの。わからないけど。はい。そして9番さん、そういう発言やめてほしいな。はい。2番のプレイヤーが発言します。1番さん、9番なんて言ったの？何をやめてほしいなって言ったのか。まあ、どっちでしょう、今日4号で釣って間違いないだと思うんだけど。あ、ちなみに騎士って本当にね、もうこれ、出てこいですかね、出てこなかったら。私、スルムラね、スムラ。じゃあ、7か。人狼ベストンと髪抜いたってことか。一番さんに対して悪い印象が一つあってさ、7番と一緒に手をつないでいきましょうって言って、7が絶対村に見えたってこと、一番さんは。7が絶対村に見えたってことかな。オッケー。え？ちょっと待って。は？え？さあ、難しい。え、じゃあ今日13でやっても45でってもどっちでもいいってことかな。残るはもう人体が無理か分かんないしな。今日キシキシでいいのかな。私一番さんぶっ殺すわ。3番のプレイヤーが発言します。まああんまり16には見えてないんだけどね。一番さんぶっ殺してくれるならいいんだけど、普通に無難に占いローラーしてもいいと思うんだけど。あ、やばい。多分1番が あんまりなんだろう、16に見えてないから普通に占い引き切ってもいいんじゃないって思うかな。1に関してはだから、もし1があんまり16が見えてないっていうのが大きいで、16だった場合は最終日頑張ります、頑張って戦いますっていう感じかな。まあ全人が露出したから楽かな。
56のなんか6の5への触れ方から56がすごい追われてるんだけど、これ実はあの昨日時間がなくて言い切れなかったんだけど、4番のシーンないかなってずっと思ってて、4番の出方ってすごいおかしいんだよね。潜伏するのはいいんだよ。潜伏して自分の発言1個無駄にしたじゃん。で、5、あの5の番手になった瞬間に出たんだよ。4番が潜伏するメリットって、陣外とのバッティングしかない。つまり 3C を狙いしかないわけでしょ？ 3C を狙うんだったら、5の発言が始まってからちょっと待つべきかな。5の発言が始まって、5が一言も喋り始める前、喋り始める前に4番ってチャットで C をしてるんだけど、4番新占いで陣外とのバッティングを狙って潜伏する場合、4番最終位置だったんだから、やるべきは5の発言が始まってからちょっと待って、他の陣外が出てきてから4番って出ることなんだよね。だから4番って実は新占いで潜伏してるとしたら出たタイミングおかしかったと思うんだけど、投票的にも4釣りでいいと思う。4番のプレイヤーが発言します。8、9、2。6番がなぜ5番を叩ける？今日は5番な。ライン切りの可能性がある。うん。1、3は役に立たないからもうほっとけ。5釣って色付けするわ。終わったら5、6。9番優秀だと思うよ。うん。7番は8番の気持ちを組んで占ったよ。ここが、ローだったら7か3かなと思ってて。うん。8番が例のって言ったから。チャット見て気づくだろ5番が2つらって。1強なの ?3 強なの5、6だと思ってるけど。髪が7番噛んで俺が早かったのに、すごい遅れて5しろ。こんな奴を信じてる騎士がいるんだったら絶望だよ。どっちだ陣外は。占ってあげるから明日。5釣り。うん。じゃなかったら必ず釣り切ってね。俺5、6だと思ってんだけど、でもなんで1番、3番が強陣で出んだろうねっていう。強陣だったら1番の方が強陣なのかな。で、騎士を炙り出してんのが。俺とも5番が強陣で、1、3がライン切ってんのかな。ローだったらもう色付けすれば終わる。5番釣って1、3の色付けで終わる。うん。ま、5番の芯があると思ったらまあいいんじゃない？うん。出方で決める人って俺信じらんないと思う。出方こそ俺が死んだろ。圧倒的な。うん。ま、騎士なのに騎士が出ろって言ってる奴を信じるならもうこのゲームやめちまえ。本当の騎士はゴズリだろ。騎士を守ろうとした。どう考えても4番が死んでしかない。まともな村8、9、2、今日は5番行こう。で、1、3、あ、そうだ。クロスだ。あのクロス、あの、8番守ってない方は8番守って、で、じゃない方は9に守るとかして、して。5番のプレイヤーが発言します。やっぱ面白いね。そのクロステージをするんだったら、まず1、3の守り位置を聞かなきゃダメだけど、あの場面で7が噛まれてる現状か、絶対に8守り以外なかったと思うけどね。あかりに占い守りをしてる人がいるんだったら出てくるべきだけど、絶対ないと思うよ。この場面で。4番やばって思いましたね。まあ、騎士に縄届かせようとしてないんで、4番は強靭かなって思ってますかね。はい。なんで自分騎士ロラでいいかなって思ってますけど。1、3で言うのであれば、騎士目があったのって1番かなって思ってます、自分は。なんで3番行きたいですね。3詰めて、いいかなっていうふうに思ってますね。自分、騎士ロラ推奨します。4番が占いつって表しそうなので。ってことは、4視点って5、4ロラして、1、3どっちか審議をつけずに、1、3どっちかに釣り縄を届かせたいだけでしょ。はい。なんで、5-3ランでいいですよ。5-3ランでお願いします。あの、4番強靭でしかないと思ってるんで、5-3ランでお願いします。俺のこと真で見れる方は3番行ってください。でも、しゃあな、あの、自分のこと2戦目で追うんだったら自分行ってください。はい。あの、1の方が騎士目感じるって言ってるのは、1って自分に対して1周目の考察で守り懸念がないって発言残してるんですよね。あの、そういう発言って俺騎士だと思います。俺1騎士だと思ってるんで。はい。3行ってください。3-1 ロラで勝てますね。余裕だなって思います。全プレイヤーの発言が終了。その疑いにはどんな根拠があるのかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番、5番の遺言を発表してください。
遺言を発表してください。じゃあ分かりますよね。皆さんに言っておきますね。自分が仮にもし狂人だったら占い精査でいいんですよ。4号精査してもらってダメでいいんですよ。自分が仮に狂人だったらね。なんで自分の狂人ってこれで否定されてるでしょ。3番いけって言ってるんですよ、自分は。はい。なんで4番が、これで狂人って分かったと思います。もちろん、ローの可能性ゼロじゃないですよ。ローの可能性ゼロじゃないですけど、5番釣るっていうことは、次の日4番自分が釣られるって分かってるってことだから、これって狼でやりにくいと行動だと思ってますんで。はい。なんで、4強人なんで、3、1をしっかりと精査してくださいって思ってます。ただ、5番面会においては、明日間違えたら PP なんで4釣って、しっかりと1、3の精査をしてくださいって思ってます。以上、新占いでした。夜が更けました。人狼占い師の方。一番が乗っ取りを企てた。乗っ取り？一番の方が真なのかな。三番に行ってるから一番が真か、俺。三番の方がローか。占った対象は人狼です。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番、3番のプレイヤーが発言します。多分もう人外勝ち目がないと思ってるんだけど、うん、ごめんね4番さん、ごめんね、出方で疑っちゃってマジでごめんね。うん、俺が沼だったわ、認めるわ4番さん、俺が沼だった、ごめん。5番のシーンなんて見てないだろ。5番がなんで5、3の乱になるんだよ。それで5番が釣られた場合、翌日どうするつもりだったんだよ、5番は。で、結局翌日の進行も行ってないでしょ、5番って。あ、初日5号へ、今日は8号へね。で、1番ね、なんかもう何も言わなくていいと思ってんだけど、昨日の5番の発言で多分5番のシーンって完全に切れると思ってるかな。うん。だって、4番が狩人行きたくないからって言って、そうだよね。だって4番が狩人と行きたくないからと言って、そこで1、3に狼がいるって考察までは良かったんだけど、そこで5、3の欄を提示するのはおかしいでしょ。で、そこまで3番の芯を切ってるんだったら、狩人ローラーって言葉は発言の端々に出さないでしょ。うん。なんか、なんだろう。うん。だから多分5番狂人で、で、俺のこと釣って、で、翌日、あ、3番ず怪しかった、3番の方が締めなかったのに。ってことは4番狼であったのか、みたいなこと言うつもりだったんじゃないって感じなんだけど。うん。かな？はい。なんか喋ること、別にもう喋んなくていいような気がしてるかな。5番のシーンって切れると思うから。うん。普通に俺は1入れるけど、まあ俺が死んだところで正直勝てると思ってる。4番のプレイヤーが発言します。いや、今日1行けば終わります。これだけです。はい。5番視点、対抗の4番を釣らず、1、3で3番と5番のランテージ上げる人を死んだと思いますか ?8 番、9番。まずは自分視点確定陣外の5番釣って、終わらなかったら強陣確定するんで、で、1、3の色付けすればいいんで、まあ出方からしても、1番のが乗っ取り、クワ立ててるローなんだろうなと、7番を騎士だと思って、2、6ランテージを見て、だから占ったら、黒でした。はい。出方は強人なのかなと思って、5番がローなのかなと思ったんだけど、普通に5番強人で1ローでした。はい。5番も強人としてはセンスあるね。3番の方が真だと思ったんでしょ。うん、でもどうやって勝つ気なの?3 釣ったとて、1釣って5、1釣って終わったけど逆に。3釣ったら、3、1ラン、ロラになるんだけど、そして終わると思うけどっていう、まあ、二番が、あ、まあ、クロスすればいい。まあ、最悪俺釣られてもクロスして、8番、9番生きるんでしょ。うん。まあ、1番と3番の発言量を聞けば、3番が死んだよ。うん。それだけだ。うん。信じればいいんだよ。うん。まあ、ライン切りした、するしかなかったってことでしょ。多分7番の、まあ、発言力もあるし、6、2で、あわよくば6、2だったら2番行きたいけど、そうすると、まあ、あれだからでしょ。ライン切ったと。
てっきり1番が俺ね、霊能かなんかだと思ってね、占いから外してたわ。はい、以上です。1番してください。8番のプレイヤーが発言します。俺霊能っつってんだけども、4から釣るよ。4から釣って、牙座に委ねよ。9番のプレイヤーが発言します。やーめーってやっちゃう。狼俺守んないで。あー違う、騎士は俺守んないで。俺噛んでくれ、狼。八番さんに委ねたいです。いや、してあったのは3番なんだけど、騎士を感じるのは1なんだよね。どうしようと思ってて。いや、今日ごめんね、4まで一応引き切るんですけど。いや、8番さんに委ねたいんですけど、やめてほしいですね。2番さんってどっち疑ってたっけって思ってんですけど。いや、そう、俺、まあ、4番じゃねえ、昨日1番さんに会ったけど、投票では4って言ったけど、発言では5って言ってるから、なんかその叩きはおかしいと思ってるし、5番さんすれば、4番さんって俺占いは別にいいかなと思って、ただ俺がそれを言っちゃうと、狂人名割れんのやだったから、発言しなかったしって感じなんですよね。なんか1が俺にヘイト持ってきたのがなんかおかしいなと思ってるから、何かなと思ってる。いやー、ちょっと待って、8を残して、8を残してまして。俺無理無理。1さん当てれる気がしない。4つって、今日俺噛んでください。僕にグッズはいらないんで。僕が明日残ってたとしても、投票放棄して、8番さんに全責任を負わせようかなと思ってます。はーい。1番。のプレイヤーが発言します。いやーこれね、8番は優秀なんだけど、てか7番が死んでたのが痛いね。わかる、俺騎士だからこそ9番さんに嫌悪感を抱いたの。9がスムラスカしたから嫌悪感を抱いたので、俺が2周目に7番とお手でつなごうって言ったの、まだ8番が霊能使用してない時にね。俺は7番が霊能かなって思ったから7番は弾いたんだよ。俺は騎士だからね。はい。5番が真の、わかる？ 4 視点って5番が強靭になるのよ。5番強靭視点って4釣りじゃん。これでこのシーンわかるでしょ。5番強靭だった場合、1番3番引き切ろうっていう発言できないでしょ。わかるかな？ 4 強靭3が陣はと思うんだけど、今日3釣れないから今日4って確率に。で、俺が昨日9守ってるから8番守るから。で、3番が9守んなよ。で、9が死んだら3の2世露呈するでしょ。はい。これが8護衛をする。3が9護衛。はい。確実に4つって。はい。俺の騎士なんか割と透けてたかなと思うけど。絶対4つってね。はい。全プレイヤーの発言が終了し、私が悪人ですって？もう、怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。3番守ることね。遺言を発表してください。まあ、ハシキューっていう奇跡がいるからやばいと思う。お前は自己中なんだよ。話を聞け。8番が霊能使用する前、1番は何よ、7番に乗っかってるから霊能の可能性もあった。9番のフレが、9番の霊能アーマーからの。9番はそのままで置いといてとか。霊能の可能性があった。8番が霊能で出る前だ。自分の自己中プレイ直せ。お前たちは4号の精査もできねえのか。恥なんだよ。もう4番5番の精査ができないって。まあ7番から説教されろ。こんな恥ずかしいゲーム。そもそももう1、3の精査なんかつかないこと自体が俺はもう恥だと思ってるわ。何がお前らは残るんだよ。設定上、1番はローだから。噛まないから。噛めないから。もう疲れだわ、こんな生産もできないって。1番の方が乗っ取り配られたらローだろ、どう考えても。そっからなんで3番がローで出てくんだよ、カウンターで出てくんだよ。こんな出方見てもわかんねえのかよ。もう、こんなの脳死で1釣るわ、明日。あ、もう1は発言しなくても釣ります。それもできない、4号の精査。4番が6番に入れてないというしょうもない理由で。知らんわ、もう。5、6は見えない、見えなかったしね。2番釣っとけばいいと思ったわ、俺は。
5番の昨日の1、3を釣りをしてるところとか見て、5番を死んで追ってる奴らいたらもう信じらんねえわ、もうこんな。4、3ぶちぎって死んだわ、こんなもん。だからこんな8、9がいるんだから負けそうで俺は震え出るわ。あのさ、もう1、3の星座なんかもう出方でバカんだろ、みんなもう。発言も圧倒して3番だで。1番が乗っ取りクワラ出た人だ。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。はい、まあ一応8は護衛してる。で、3番が神梨を選んだかどうか俺は知らない。で、3番つってね。俺もうね、はい、あの、8、9がね、デキさん分かんないって言ってることだ、俺、震え上がってんだよ。2番しかなくなっちゃうじゃん、俺は騎士だから。だから盤面的には2番の主要評価してたから、2番と戦えないよ。だから、出るしかなかったんだよ。うん。分かるかな。はい。で、何回も言うけど、5番が強靭だったらね、1番、3番、どっちか人狼か分からないのに、あの、3吊るすって言えないでしょ。これが5番の強靭要素で、4番の強靭要素は対抗しか釣りをしておらず、3番、1番で俺の新騎士が透けたから俺に黒を打ってるだけだから、はい。もうあと9、8に託すぞ。9番さん、もう一回言うよ。俺は騎士だったから、9番さんに嫌悪感を抱いたの。9番さんが透かしたから。はい。そんだけね。あと任せるからね、8、9に。まあ、別に俺は負けても攻めないけど、3番釣れば終わる。はい、4番強靭の6、3の。あとね、ついでに言うと、3番さんに一つも、もう一回あげるわ。騎士だったら2番ついたくないとか言わない。どっちもいいんだよ、2番、6番、2番。どっちでもいいんだよ。うん。要は、2番ついたくないって言った時に、ワンちゃん自身に釣り縄が届くじゃん。騎士だったらそんなこと言わないの。はい。3番のプレイヤーが発言します。私って、これなんかうざく聞こえるかもしれないけど、初日って多分誰にも叩かれてなかった、めちゃくちゃ白位置だったんですよ。ほぼ多分全員に印象がいいと言われている。なんか一人だけ叩いてたような気がするけど、誰だったっけ？忘れちゃったけど。うん。別に3番はそこまで白くなくねって言ってんの、確かの段階で一人しかなかった。だから私は死ぬ懸念がなかったので、2を外した。なぜなら2には何の違和感も抱いてなかったから。2視点で言うと、明らかに9番に一番いい印象を抱くのは全く自然だなと思ってたから、むしろ2番を叩く流れをぶった切ったってのが私かな。ていうか、普通にライン精査でさ、俺って黒なくないって思うんだけど。だって7が26のランを提唱したでしょ。で、1番が7とお手手つないで26のランでいいと思うって言ったでしょ。で、それに対して俺が何を言ったかっていうと、2番の白目を上げてるんだよ。2番の白目を上げまくって、2番が叩かれてる2の9最白って発言は全くおかしくない。2番の1って、スケールから言うと9番が白く見えるのはすごく正しい精査だと思う。だから俺は2番を釣りたくない。それどころか2番を叩いてる71に人外目も見えてしまうが、6番の発言が明らかにおかしいから今日は6を釣るって言ってるんだよ。71が26ってフォーカスを当てて、で、俺が6にとどめを刺してるんだよ。2番の白目を上げることによって。っていう感じかな。あと1番が、3番は2を白評価してたから、戦う位置がなくなったから騎士出たって言ってるけど、戦う位置を残すんだったらそもそも7噛みをしないかな。だって、俺って7は、白く見られてるけど、7の3白桶はおかしいから7に人外目があるって言ってるんだよ。戦う位置を自分で潰す紙を。8番のプレイヤーが発言します。いやー、9番さん残っちゃったね。9番さんどこ入れたいですか？9番のプレイヤーが発言します。おお、8番おかしいおかしいおかしいって。いやー、4番さんも怒ってるけど、いや正直ね、そう、なんか5番さんの3号ランもそうだし、3、4、ん？ 1、3引き切りってのもなんかなって思う。3、4じゃないの。1が死んだったら、
1番さんになんかその俺がスムラスカしたから嫌悪感があるって言われたけど、これ8番さんから疑われちゃったからね、霊能の。俺が1番6を釣り押してんのに、俺がね、霊能語ってんだったら、つって。いや、騎士なんかすかせないでしょ。騎士だって言えないし、スムラだからスムラって言っただけだし、と思ってんだけど。ほい。いやー、ステアーノさんな。でも確かに一の言ってることもわかる。その、俺がスムラを透かしたうんぬんじゃないけど。いやー、両方、一さんが共に6言ってるからね。いや、ちょっと待って。8、1って8に興味ない。でも7に霊能を感じた。だから8が霊、7に占い飛ばそうとする行為が興味はない。7に霊能を感じたんだったら、8が7にし統一占いしろって言ったのがおかしいと思うでしょ？ 1 かな？ 1 か、ごめん。まあ、どういう結論でもいいけど、パッと見、1に偽で3死んだね。こんなの、フィーリングの世界観でも1番偽で3番死んだで。うん。フィーリングの世界観で。何してんの？投票が終了しました。9番って。あ、いいんだけど。プレイヤーは1番終了。よく勝てたな、これ。